鏡山山町にある佐代姫の銅像松良佐代姫は、現在の唐津市九浦議町にいたとされる豪族の娘。単に、佐代姫とも呼ばれる。微細店のモデルであり、日本全国にある同様な伝説の本家である。537年、白木に出生するためこの地を訪れた大友茂彦と佐代姫は、恋仲となったが、ついに出生のため別れる日が訪れた。 サヨヒメは、鏡山の頂上からヒレを振りながら船を見送って、いたが、別離に耐えられなくなり船を追って、呼ぶ子まで行き、壁刀で七日七晩泣き晴らした末に石になって、しまった、という言い伝えがある。万葉集には、この伝説にちなんで読まれた、山上奥良の和歌が収録されている。また、非前国風土器には、同様に、サデヒコとヒレを振りながら別れた弟妃。 姫子という娘の話が収録されている。こちらでは、別れた後、サデ彦によく似た男が家に通うようになり、これが、沼の蛇の化身であると正体がわかると沼に、引き入れられ死んでしまうという話になっているが、この弟姫子を佐ヨ姫と同一しし、もう一つの佐ヨ姫伝説とされることもある。歌川国吉が松良姫、松田佐ヨ姫賢女レップ伝、 平安時代の標報書、当選挙内に赤化した帝府イコール、さよ姫の話が引用されている。内容は、危うい時に逃げる、暴力家と違い、純粋に夫を死体続けて、医師となった婦女は後世まで残り、一方、暴力家が、距離に骨を残す例は聞いたことがない、というもの。さよ姫を引用して比較する例は、平家物語にも見られ、 自称二年九月二十日頃の話として、孤島に残された春閣が、反響乱した語りにおいて、松田佐よ姫ですら孤島に一人残された、春閣の心境には及ばないだろうといった胸の記述がある。なお、ジェアミ作の脳に、佐よ姫伝説に取材した脳、松田佐よ姫がある。関税総家に、ジェアミ自筆の吉本が伝来していたものの、長らく上演されない廃曲となっていたが、 2000年に26世、関世宗家、関世清和によって、関世流の正式の演目に加えられた。鏡山から飛び降りた際に足をついたとされる、スケヨ姫岩の絵葉書佐賀県立図書館所蔵からつしの、鏡山は、佐よ姫がヒレを振って見送った山とされているため、ヒレフり山という別称がある。同志はただには、佐よ姫が、 鏡山から飛び降りて着地した時についたという岩があり、小さな足跡のようなくぼみがある。衣ひ山は川に入ったさよひめが衣を干して乾かしたことが名前の由来となっている。鏡山山頂にはさよひめの銅像が、また道の駅キらぎには高さ十数メートルのさよひめの白像がある。像は台座から上が常時時計回りに回転しており、一周二十分。 ほどで旧浦義町を見渡している。壁島にある田島神社の境内社、助久友姫神社は、さよ姫であったという石を祀っている。秩父市で発見された、小惑星のさよ姫がある。ありがとうございます。